さあ今日は物質の3体と状態変化ということで学んでいきましょうまずはこちらの絵をこれはそうお水ですよお水がありましたさあお水を冷やしたらこうなりますよねカチンコチンの氷になりますよねさあさあそしたらお水を熱したらどうなりますかそうなんですやがて沸騰して水蒸気になりますよね実は皆さんこれらのお名前は知ってるわけですよ 氷水水蒸気ですよねさあところでこの氷のとき水のとき水蒸気のとき状態のお名前もしてますこちらです固体氷液体水そして気体が水蒸気全部してますよね実はこの三つの状態を全部ひっくるめてこう言います物質の三体と言います三つの状態と書いて三体です まずこの言葉しっかり覚えてください今日はこの物質の三体をテーマにやっていきますよさあでは状態変化ということで学んでいきましょうこちらです見てくださいこれはそうなんです分子の運動の状態を示しているんだけどこのそうなんですよおしくらまんじ状態これ個体の状態ですよね そしてこちらはそうこちらに比べるとちょっとゴミついてますよねということで液体という感じですねさらにこちらはそうなんですよみんなでフワーンて吹っ飛んでますよねこれが気体というわけでしたさあこの三つの状態なんですがタイトルになる状態変化ですよ これを今から学びますよまずこの答えからスタートしましょうイメージは氷がスタートですよいいですか例えばこうやって固まっていますさあ固まっているものに対して温度をどんどん上げていくとあることが起こりますあることが起こって液体になっていくんですねこの溶けるという過程をこう言います誘拐と言うんですねいいですか熱を加えて溶けましたこの現象を誘拐と言いますさあ今この液体状態になりましたが さらに温度を上げていきましょう。すると気体になりますよね。このことを蒸発というんですね。オッケーですか。液体から気体が蒸発です。さあ今ここまで上り詰めちゃいましたから、また戻っていきましょう。さあ気体を今度は逆の操作です。冷やしますよ。冷やして液体にする操作ねありますよね。さあこの気体から液体になるときをこう言います。凝縮っていうんですね。 なんかすごい縮こまる雰囲気ありますよねそんなイメージで覚えてくださいさあさらに液体からどん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 冷やして固体になりましたさあこの現象を凝固というんです、ね、先ほどの凝縮凝固ちょっと似てますよねこの固まるってとこが最後固体になりますよというイメージでいいと思いますさあ今固体液体気体気体液体固体っていうルートをたどったんですがここを知りたくありませんかここなかなか気になりますよね 実はね、お名前がちゃんとあるんですよ。こちらです。消化というんですね。なんと、固体から気体になること、そして気体から固体になること、同じ名前なんです。この現象、漢字でもしっかり書けるようにしてね。さあ、ということで、今この全部をもう一回まとめてみましょう。さっきもう一回説明しましたけど、この赤い矢印は実は、そう、加熱を示しています。さらにこの青い矢印、こちらは冷却を示していますから、それも要チェックです。 もう一回まとめますよ固体をはい加熱しました誘拐という現象が起こって液体になりました液体を加熱しました蒸発しまして気体になりましたさあ戻りますよ気体を冷却しました凝縮という現象が起こって液体になりますよねさらに液体を冷却しました凝固という現象が起こって固体になりますさあ,あとはこの微妙なルートですよね固体から 気体になることこれは加熱するわけですよねあるいは気体から固体になることこれも冷却して両方と回せてこれ消火と言いますからいいですかこれ全部もちろん漢字で書けるようにしていてねしっかりと頭に焼き付けてくださいさあでは物理変化と化学変化ということで見ていきましょうこちらですここにお水があります お水というのは液体ですよねさあこの液体のお水を作るためにはいろんな方法があるんだけどまず1つ目こんなのがありますこちら氷が水になりましたさっき学んだ3体のうちの固体と液体みたいな感じだよねさあ実はこちらは氷という状態がありましたそしてこの状態に対して加熱してあげたら液体になりましたっていうルートですよね。これででも十分お水なわけですよじゃあ もう一個こんな方法がありますこちら水素と酸素ね、知ってるよね中学校の時見たことがあるんじゃないかな水素と酸素火つけたらバーンですよねそれで水ができちゃった低圧ですよさあこうやっても水ができるんだけどちょっとね元素記号でこれ表現してみるとこんな感じなんですよ氷は H2O 水素は H2 酸素は O2 さあ各々おのおの結局水になりましたが 気づいた元素記号の表現が実はね違うんですよほら H2O のまんまところが H2 と O2 が合わさって H2O みたいになってるでしょこの両者には実は区別があるんですよいいですかまず上からいきますよさあ氷という状態が水という状態になりましたこちらを物理変化と言うんですね物理変化は物質の状態だけ変化している変化のことなんですよ OK、ですか状態だけが変化したのを物理変化と言います固体から液体という状態が変わったでしょう OK ですかしっかり頭に焼き付けてねもう一個こちら水素と酸素ってありますよねこれが完全に違う物質に変化してますよね水という物質に変化してるんですこれをこう言います化学変化と言います物質の種類が変化しちゃってるんですねそうなんです今 この全部見てみると元素記号上の表現ではほとんど変わってないどころじゃないかい、ね、変わってないこれが物理変化そして元素記号上の表現が変わっちゃってるつまりこれは物質が変化してるってことだよねこれが化学変化といいますもちろんこの両者漢字で書けるようにしてくださいさあでは練習やっていきましょうこちらです 水は温度変化により氷水水蒸気の間を変化するこれね物質の3体っていうんですよね実はさあこの下の図の一から五に当てはまる変化の名前を答えよということです固体液体気体液気の3体が描かれていますねさあ早速まず1番を答えるためにここからスタートしていきましょうまずこちらの固体の状態この固体の状態を熱しました 溶けたんだよねこれ融解って言うんだよね融解溶けたという意味ですよねこれね漢字でもしっかりイメージがつくと思いますさあ続きましてこの液体になっちゃった水を加熱しました加熱すると水蒸気になっちゃったんだよねこの気体に変化する方法これなんて言うんだっけわかる聞いたことあるよね 蒸発と言います。オッケーですか。中学校でももちろん聞いたことがあると思います。さあ、じゃあちょっと戻りましょうか。蒸発しちゃって水蒸気になったこのお水がいます。冷却しました。はい、お水に戻りますよね。この丸三番のことを凝縮って言うんですよね。 オッケー、この縮まるって雰囲気ですよね。こんだけ広がってたのが縮まるってイメージで覚えましょう。さあ、続きまして、この。液体の水が冷やされて、そう。固体になりました。固体の固ですよね。固まっちゃったんですよ。この四番のことを。凝固って言うんですよね。大丈夫ですか。 ここまでまずコンプリートしましたか固体液体気体気体液体固体って言ってここですよあんまり見慣れない光景ですよね固体から気体になって気体から固体になるこの不可思議な現象の名前5番一緒ですよね消化と言います これで物質の三体の間の状態変化全部埋まりました。全部できましたか。必ず覚えてください。さあ続きまして練習二ですね。こちらです。次の一二の物質の変化について物理変化には A で、そして化学変化には B でそれぞれ答えをということですね。見ていきましょう。一番目、窓ガラスに水滴が結露した。 これよくあるよねお家で寒い日の夜窓側に水滴ついちゃってることありますよねあるいはペットボトル冷たいの置いてたらそうなんですよペットボトルの冷たいペットボトルの脇っこに水滴がついてるこれですよこれはどういう状態ですかそうなんです水滴っていうのは液体なんだけど気体の水蒸気がくっついちゃったんだよねそれで液体になっちゃったこれはまさにそうなんです 物理変化ってことになりますよね。ということでこちらの答えは A ってことになるでしょうさあところで一応確認なんだけどこれ HO という元素記号の表現からずっとずれないですよね。OK ですかこののも一つのキーワーワドになります続きましてこちら2番目「水を電気分解した」って書いてありますね。 中学校の時にやったことあったよね。そう水を電気分解すると H2O2 に分かれましたよね。さあということでこちらはそうなんです。物質の元素記号の表現変わっちゃってるよね。どういうことか物質が変化しちゃってるんですよ。オッケーということは化学変化の B が答えですよね。 OK、ですかちゃんと判定がつくように復習しててくださいさあでは本日のまとめですこちらこんな物質の三体がありました三体というのは固体液体そして気体のことでしたねこの三体の間を行き来する時この変化がありましたよね変化名を確認しますよ固体からスタートしましょう 固体を加熱しました誘拐という現象溶けちゃうんだよねこれが起こって液体になりましたねさらに液体を加熱すると蒸発という現象が起こって気体になりました戻りましょう気体を冷却すると凝縮という感じ縮こまわるイメージで戻っていくんですね液体にさ,さらにこの液体を冷やしますと凝固固体に戻るんですよね凝固と言いますねそれで固まっちゃうわけですねさあ ここまでよく見る現象でしたが、ここだけよく見ないですね。この固体から加熱されて気体になる方法、そして気体から冷却されて固体になる方法をともに消化というんでしたね。この状態変化の図、しっかりと頭に焼き付けてください。では、今日はお疲れ様でした。